バングラデシュの難民キャンプで大規模な火災が発生し、4人が死亡しました。黒煙を上げながら激しく燃えるこの難民キャンプには、ミャンマーから逃れてきた少数派イスラム教徒ロヒンギャの人々が暮らしています。地元メディアによりますと、これまでに子どもを含む4人が死亡したほか、行方がわからない人が複数いるということです。難民キャンプには100万人を超えるロヒンギャの人たちが密集したテントで暮らしています。被害は数千ものテントに及び、少なくとも2万人が避難しました。